勘違いの不定、クスバ x ブ5は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1773年に作曲した二幕からなる、イタリア語のオペラ、ブルレッタ・ペルムジカと名打たれている。ハイドンがエステル・ハーザで初演した10曲のオペラのうち3作目に、当たるが、先行する薬剤師と漁師の娘たちの楽譜が、いずれも部分的に失われているため、 完全な形で現在上演可能なオペラとしてはこの作品が最初のものになる。日本語での題名は他に、当て外れの不定、報われの不実、裏切られた誠など様々なものがある。演奏時間は約2時間。1773年7月26日、コパウル・アントン・エステル・ハージ公爵の未亡人である、マリア・アンナル・イーザの生命祝日に、エステル・ハーザで初演された。 台本はマルコ・コルテッリーニによる。同じ劇が1783年にミケーレネリ作曲でフィレンツェで公演された時には3幕のドラマ上構想になっていた。おそらくフィレンツェで上演された方がコルテッリーニの原作に近く、ハイドンのものはエステルハージュ家の楽団員で自らフィリッポ役を歌ったカールフリーベルトによって改作されたものであろう。 同年9月1日に、マリア・テレジアがエステル・ハーザーを訪れた時にも、上演され、当時の新聞記事によると、マリア・テレジアは、もし私が良いオペラを楽しみたいと思ったら、エステル・ハーザーへ行きますと言ったと伝えられる。1774年にも再演され、その後は長く忘れられていたが、1930年に、現代風に編曲されたドイツ語版が、愛は発明の元の題で上演された。 1959年には、ブダペスト国立歌劇場によって上演された。序曲は2楽章からなり、後にメヌエット及びプレスティッシモの最終楽章を追加して、公共曲としてスペインに送られた。ハイドンはこのプレスティッシモを一時的に、公共曲第63番、ラ・ロクスラーヌの最終楽章にも使おうとしたが、結局は別の曲に差し替えられた。とある田舎で、 農民たちは夕方の楽しみを歌う。裕福な年長はフィリッポと仕事の契約を結び、フィリッポは年長と娘のサンドリーナの婚約を決める。サンドリーナは何にと愛し合っているので抗議するが、何にが貧しいので、フィリッポは聞く耳を持たない。話を聞いて怒った何には、フィリッポと年長をひどい目に合わせようと考える。何にの姉妹であるベスピーナは、 年長を愛していたが、帰ってきた何人から、演壇の話を聞き、彼女も復讐に加担する。年長は、サンドリーナにセレナードを歌う。何人とベスピーナは、隠れて、様子を見ていたが、年長が無理やりにでもサンドリーナと結婚するというので、怒ったベスピーナが出てきて、年長を引っ張たき、騒ぎのうちに幕になる。ベスピーナは、老女に変装し、フィリッポとサンドリーナに向かって、 自分の娘が年長と結婚した後に捨てられたと嘘をつく。フィリッポは年長がすでに結婚していると思い込み、やってきた年長を罵倒して追い払う。わけがわからない年長に、今度は貴族の召使いに憤したベスピーナがひどいドイツ語、鉛を話しながら近づき、主人がサンドリーナと結婚するという話を聞かせる。年長は、 フィリッポが自分より金を持った結婚相手を見つけたので、自分をお払い箱にしたのだと納得する。ベスピーナは今度は、結婚相手の貴族である、リパフラッタ公爵本人になりすまし、自分がサンドリーナと結婚するというのは、実は、詐欺で契約書に、サンドリーナの結婚相手として、召使いの名前を書くことで彼女をメイドとして使う、つもりだと念著に教える。 いい君だと年長は大喜びし、契約の承認役を引き受ける。フィリッポは、娘が公爵と結婚することになって喜ぶが、サンドリーナは何にさえいれば貧しくても良いと歌う。ベスピーナは今度は、交渉人に分け、召使いに変装した何に共に現れて、結婚契約書を書く。年長も、承認としてサインする。ベスピーナと何には、変装をとき、何にとサンドリーナ、 年長とベスピーナの二組の結婚契約書がサインされたことが明らかになる。フィリッポと年長は騙されたことに怒るが、やったことは仕方がないと諦める。ありがとうございます。